眉を描いていきたいと思いますが、えりこさんの眉は、まあ、割とも髪自体が黒いので、黒くてそして濃いです、はい、でさっきも言ったように割とこう中心に寄っている眉なので、ここから描いてしまうとさらにきついお顔になってしまいます。なのでもうえりこさんの眉っていうのは、この毛と毛の間を埋める程度で大丈夫です。あんまりゴシゴシ描いてしまうと逆に、とてもきついお顔になってしまうので、なので今日は、こちらの、アイブロウペンシルを使って描いていきます。色はナチュラルグレーです。グレーなんですけどちょっとオリーブっぽいような色なんですけど、これは、ミチコライフといってヘアメイクアップアーティストの藤原ミチコさんがプロデュースしているアイブロウペンシルなんですね。すごい描きやすいです。はい、じゃあまず後ろ側から描いていきますね。もう本当に眉しっかりあるね。はい、いつもちゃんと描いてらっしゃるんですか。はい、何色で。ブラックで。ブラック、はい、描いてます。なんでなんか外国人みたいに、うん、黒々とした眉に太くて黒々とした眉に黒々した眉に、はい、憧れてるんですね。はい、できればね、黒じゃない方がいいですよね。なんか外国人の方って結構あのあれで描いてる人多いですね。マックス、眉のマックス、マックス、うん、アナスタシアとかに人売ってますよね。すごい、エリコさんは毛足が長いので上ばっかりこうやってこすって描いてると毛の中に描けないので、時々こう逆毛を立てるようにして毛の裏にしっかりと色を入れていきます。こうすることによってあまり落ちにくい眉になります。で、エリコさんは割とここがキュッと中に入っているので、さっきね眉頭の方はあんまり描かない方がいいですよっていうふうに申し上げましたが、できればねここのところの眉頭の上の部分ちょっと描いてあげると今っぽいナチュラルな形になります。で、下がってます。エリコさんの眉って下がってるので、まあもし外国人みたいにしたいんだったらここの眉山をもっと作った方がこの下がり眉は解消されます。テケテケの間を埋めてあんまり強く描きすぎないように、ね、ちょっと眉山作っていきますね。で、描きすぎちゃったらスクリューブラシで直していきます。こんなに丁寧に眉を描いたことないです。皆さんそうです。で、眉って下のラインが綺麗だと綺麗に見えるので、うん、すごい自然なのになんか形がいい、うん、そうですよね。で、必ずスクリューブラシでこう自然な毛の流れ、うん、描きましたっていう眉じゃなくて、そのためにこれついてるので綺麗に消してあげてください。じゃあ反対側もこんな感じで、もうこの辺はあんまり描いてないです。この上のところは描きましたけど、この眉頭のところは描いてないので、ちょっと優しめの眉にするように、で後ろだけちょっと長さを出しましたね。これはナチュラルグレーなんですけど、すごい色綺麗ですね。だからこういう黒髪の方とか眉毛の色が黒い方はすごいいいと思います。ナチュラルグレーです。ミチコライフっていう藤原ミチコさんが出してるやつですね。はい、そしたら、ブローマスカラ出していきます。ちょっとね優しさを、今日はこなれメイクなので優しさを出すために今日使っているのはキャンメイクの03番ですね。なんかふんわりした感じになりました。そうなんですよ。で、ま、あのブローマスカラつけるときにも流れがあるので、眉頭の方は上に上げてそのまま流していくというつけ方をしていく。はい、こんな感じですね。すごい優しい。エリコさんはいつもあ、ね、あの、はい、濃いめのパキッとした黒の手で描いてらっしゃるから、はい、この優しい感じはどうですか。はい、なんか今時風。今時風ですか。ちょっとね、あの色が色素が薄いけど太眉っていう、ね、はい、なんかふんわりした感じです、うん、そうですね。はい、そしたらアイシャドウに入っていきます。今日使っていくのはキャンメイクですね。05番です。シルキースフレアイズを使っていきます。で、こういう色はつけたことはないです。ないですね。はい、ちょっと優しい感じで、ね、仕上げていきたいと思います。
では、まず最初に使っていくのがこの色ですね。大きめのこういうブレンディングブラシを使ってふんわりとのせていきます。まずシーバの色からつけていきます。そうですね、まずまつげのラインからね、しっかりとつけていきます。まつげのラインからしっかりとつけていきます。力入れてブラシをぐっとしならせないでふわっと毛先だけでつけていきます。そしたらまず左右に車のワイパーが動くように動いたら、アイホール、眼球のクリッとするところです。ちょうどこの形が出てますね。この私はかまぼこ型って言ってるんですけどかまぼこ型を作るような感じで伸ばしていきます。でくる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 、ブラシの丸みを生かしてくるくるしてで、しっかりとブラシを動かせば動かすほど、綺麗にグラデーションができるの で、まつげのところが濃くてだんだん上に行くに当たって薄くなるようにぼかしていきます。すごくソフトタッチ。そうですね。次にこの、ビーバーの色をつけていきます。ブラシを変えてちょっと小さめのブラシ、ブラシも小さくしていきます。そしたら目尻側からまつげのライン、黒目の中心ぐらいまでまず1回入れていきます。あ、そうね、うん、そしたら少し膨らませてかまぼこを半分に切ったようなイメージを作っていきます。で、最初につけた色のだいたい半分の2ぐらいのところの幅まで入れていきます。だから、えりこさんだと、二重のラインよりもちょっと上ぐらいのところですね。で、筆の動かし方はこう波が、外側から波が来るようなイメージで動かしてあげると上手に入れられます。ほら、ずっと目が入ってでもきつくならないイメージですよね。はい、そしたらこれはお好みなんですけど、またちょっとふわっとしたブラシを取ってもらって、このビーバーの色のピンクですね、ライラックカラーを中心にからふわっと入れていきます。まず縦に中入れたら少し広げるような感じで、ちょうどマッシュルームの形作るみたいなイメージですね。そうするとピンクがちょっと強くなるので、あんまりピンクを強くしたくない人はつけなくてもいいかな。で、もうちょっと目力を出したい場合はこの D 番の色を強く入れてあげると目力になります。ちょっと今、マスカラをつけるまでの間この感じでいきます。じゃあ反対側もね、仕上げますね。はい、そしたら両方のアイメイクというかアイシャドウだけ塗れました。で、ちょっと優しい感じの色で、えりこさんは初めての挑戦という色ですね。はい、そしたらこれは今上だけしか、上まぶただけしか塗ってないので、下まぶたもちょっとね、色を入れていきたいと思います。シーバンのお色をちょっと目尻側からちょっと優しさをね出すために、はい、って感じですね。少し、垂れ目に若干なるように、目尻のところは割と太めに入れてます。はい、なんか色つけたのな、初めて、うん、はい、えりこさんは、もともと肌の色がピンクっぽい肌の色なので、こういう色は似合いますよ、ピンク系の色とかで。次に A 番の色でハイライトをします。目の下のところ、あ、すいません、目の下のところにちょっとウルッと感を出すために明るいハイライトを入れていきます。これを入れると割と目元が生き生きとして綺麗に見えるので、涙袋じゃないですけどちょっと入れてあげるといいと思います。はい、それから、眉骨の上のところですね、ここのところ立体感を出すために薄く入れておきます。あんまり太く入れちゃうと白く飛びすぎちゃうので、こんな感じですかね。はい、立体感が出て綺麗ですね。そしたらアイライナーを入れていきます。茶色です。これは XL の、ブラウンになるのかな、クランベリーですね、 CG04 番を
ていきます。はい、下見ててください。しばらく下見ててもらっていいですか。はい、まつげとまつげの間を埋めるように描いていきます。インライナーではなくてまつげの間を埋めるようにします。もしコンタクトがかずれちゃったら言ってくださいね。目頭からまた戻ってきて線につなげていきます。最初は点線で描くようにすればもう描きやすいです。であんまり太く描いちゃうとせっかく柔らかいメイクがもったいないので目尻側だけちょっと太めにしてあとは細くしていきます。はい、ちょっとだけこっちの方が目がカチッとした目力がね出ます。はい、はい、でもう一回反対側見ちゃいます。はい、目力が出てきました。すごい綺麗ね、はい、ブランデリー似合いますね、本当にね。なんか目が大きく見えますそしたら、ね、リキッド引こうと思ったんだけど目的にあんまりリキッドは必要ないかなと思ったので、そのままマスカラに行きますね。今日使うのは同じくエクセルの、クランベリーカラーですね。ロング&カラードラッシュ LC02 クランベリーです。じゃあちょっと下見ててください。で、ビューラーはエリコさんはまつげが上に上がってもともといるので今日はビューラーは使わないです。はい、じゃあ下を先のほどね鏡を見ててもらっていいですか。手元にしっかりとつけたらグッと持ち上げていきます。でまつげは扇形に広がるようにしっかりとつけていきます。同じ方向ばっかりに動かしていると、扇形に綺麗にならないので気をつけましょう。根元出来上がりましたがいかがですかね。はい、なんか別人です。いつものマイクと全然違いますそうですね、優しい感じにはなりますね。はい、はい、そしたら次にチークは、ローズ系でもこのメイクだと似合うと思うし、ピンク系でも似合うと思います。はい、はい、そしたら、目元に合わせてちょっとこちらのセザンヌのピンク系のナチュラルチークス N09 番を使っていきます。秋だからもうちょっと、しっかりした色でもいいと思うんですけど、まあ、雰囲気を優しい感じにしたいので、はい、そしたら、黒目の中心、小鼻の横、こを刺した大体この辺なんですけど、それでちょっといいってやってもらっていい？うん、いい。もう一回もっといい。はい、ここですね。この辺。この辺からつけてあげるといいです。で、今もしっかりとカバーしているので、カバーが取れないように、ポンポンって叩きます。もし自分でメイクするの慣れてらしたら、ポンポンしなくてもこうやってこすってつけてもいいんですけど、多分筆の圧でしっかりとカバーしたものが取れてしまうといけないので、で、位置としては、耳の高い位置までいきます。ここだけつけるのは、なんか子供っぽくなってしまうので、しっかりと耳の高い位置を捉えていきます。形的にはナイキのマークですね。ナイキのマークをつけていきます。はい、分かりやすいです。分かりやすいですか、ありがとうございます。なんか昔は、マガタマとか言ってたんだけど、マガタマって分からなくないですよ。ナイキですね。そうです、ナイキです。でもほら、全然こっちとこっちで優しさが違う。ピンクとか初めて。初めてですか。で、まあ、もし自分でつけて、もっとナチュラル感出したかったら、スポンジで軽く押さえてあげると、うん、ファンデーションの中にチークが入り込むので、自然な、わーっとした血色になります。うーん、いいじゃないですか。似合いますよ。ピンク。新しいメイクが開けてきましたね。はい、今ね、マスクだからね。そうですね。楽しめないけども、このマスクが終わった時に、皆さんに、ブワンと、ね、こんなに素晴らしい肉になったんですよっていうのをこう知らしめたらいいかな。もうマスクだから手抜きメイクです、いつも。ねえ、はい、皆さんそうですよね。たまになんか思いっきり私メイクしたくなるときあります。うん。マスク。こんな感じ。あ、可愛いじゃないですか。ねえ、いい感じに、はい、優しくなった。うんうんうん。はい。チークまで仕上がったら、ハイライト。皆さん、ハイライトを多分1個大きいのを買っても、
一生使えちゃうと思うんですよ。で、私がよくやるのは、例えば今日はこの、スプレーアイズの05番を使ったと思うんですけど、このハイライトを、ハイライトとして使う。意味わかります？わかります。そうすると、この、多分メイクしててもこのハイライトってあんまり使わないと思うんですよね。アイメイクだけでも。なので、このハイライトを活用しちゃいます。で、ハイライトが使えるようになったら、1個買ってください。はい。1個買ってください。はい。で、こんな感じでハイライトブラシを使って、エーバの色を軽く取ります。で、あまり粉を払ってもらって、よくね、雑誌とかだと C ってやるんですよ。C って。でも、私もそうなんですけど、割とここが平たい顔族の人たちが広いわけじゃないですか。ここに C ってやっちゃうと余計ここが出っ張って見えるので、余計にここの広さを強調しちゃう。ここに C っていう風にハイライトを入れるのは私はおすすめしてないです。どちらかというと、この頬骨の高いところ、だいたい指の第二関節分ぐらいの幅。のところに、この頬骨の一番高いところですよね、に入れてあげると立体感が出ていいと思います。そうですね。で、ここにつけるとね、カンパーも目立たなくなるんですよ。すごい、ね、すごい、はい、ツヤが出て立体感出ましたよね、こんな感じで、あ、いい感じじゃないですか。で、あとは、お鼻の頭、こう錯覚なんですけど、鼻がこうスッとしたり、そう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 、鼻がツンとして見えるので、すごい可愛いですよ。ありがとうございます。そしたらリップですね、最後ね。このメイクの流れでいくと、ピンクも似合うし、ベージュも似合います。赤はお控えください。、はい、あとこれで赤つけちゃうとダメなので、リップオイル、リップオイルを使っていきます。はい、使ったことあります？ありますけど、口紅の上にちょっと軽く重ねてます、なるほど。すごいナチュラルな色なので、普段やってないメイクをするから、こういうのは絶対つけないですよね、先生は。プリンみたいな目にもしますね。いい感じ。ほら。好きですか？嫌いです？慣れないよね。なんか新しい自分を発見します。ね、濃い自分につけてらっしゃる方ってメイクレッスンとかそうなんですけど、慣れないから、どうしてもこう最初見てとか多いから顔が発見します。ナチュラルで好きです。はい。終わりました。終わりました。じゃあちょっと髪直しますね。はい、メイク終了いたしました。いかがでした、先生？別人です。別人、はい、あら、本当ですか？はい、でも初回体験の色だけど、はい、似合いますよね、すごい。はい、新しい自分を発見しました。ねえ、積極的に挑戦してもらうのと、やっぱりいつも私動画で言ってるんですけど、今マスクの時だからこそメイク上手になるチャンスだと思うので、はい、マスクだからって言って、はい、メイクをサボらずに、はい、どんどん上達して、いろんな色ね、練習してチャレンジして、マスクが取れた時は、はい、皆さんに、リコ先生どうしたんですかって生徒たちにね、言われるように楽しみですね、してください。先生、今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。では、この動画がいいなぁと思われたら、高評価ボタンお願いいたします。はい。インスタグラム、えりこ先生もインスタやってるので、貼っときますので、インスタグラムフォローの方よろしくお願いいたします。はい。では、また次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。えりこでした。またねー。